皆さんこんにちは。今日のサクッとトレーニングはお尻周りを中心に下半身のトレーニングメニューです。みんなでヒップアップ目指して頑張っていきましょう。まずは座ったところからです。皆さんお疲れ様でした。今回は4つのメニューから組み合わせています。すべてサクッと3分というコーナーから選んで実施しています。1つ目のメニューは反り腰猫背の姿勢改善に必要な筋トレストレッチ、骨盤の後傾は動作効率を上げるという動画からです。このメニューはフロアで行うのですが、足をこのように伸ばした時フレックスにしっかりするようにしましょう。足を伸ばした時も曲げた時もお尻を締めるということを忘れないようにしましょう。お尻が緩んでしまうとやってる効果がなくなってしまうので、すごく辛いんですけど、お尻をずっと締めた状態で伸ばす縮める、この動作を繰り返してください。2
2つ目の動画は努力ゼロでヒップアップの筋トレ、それなら立ち姿勢を工夫しませんかという動画からです。こちらのメニューはお尻の力をグッと入れたまま体重を前、右、左と移動させていきます。この時に体が歪んでしまったり胸、腰が反ってしまうと効果が薄れてしまうので、しっかりとまっすぐを意識してつま先方向に体重を乗せながらぐーっと移動していくようにしてみてください。3つ目のメニューは隙間時間にヒップアップ筋トレ、女性必見片足バランスで楽々お尻痩せという動画からです。このメニューは足を上げるトレーニングです。足を横、少し斜め後ろに出したときはお尻の上の横あたり、足を後ろに出したときはお尻の上あたりの筋肉が鍛わるので、それを意識しながらトレーニングしてみてください。さらにこれはお尻の筋トレだけではなくて片足でバランスも取るので、お尻の筋トレプラスバランストレーニングも兼ねて一緒に練習してみてください。4つ目の動画はダンスで利用できる内転筋を鍛えよう、初心者に取り組んでほしい体の使い方改善という動画からです。こちらのメニューは1,2,3とジャンプして3つ目で足をかけたら4つ目足をグッと引きつける動きが入ってきます。この時に注意してほしいのは、上半身がくっつくのではなく下半身しっかり内転筋を使ってグッと引き寄せるイメージです。こちらが上半身がいってしまうと効果が薄れてしまうので、しっかりと内転筋を使って足を寄せるんだというイメージで実施してみてください。またこちらのメニューもバランストレーニングを兼ねて、内転筋を使うということ、バランスを取るということ2つつなげて行えるメニューとなっていますので、2つできるように頑張ってみてください。もし実施するのが難しい方は少し物につかまったりとかして実施しても OK です。最後は今日実施したメニューをすべて合わせたコンビネーションとなっています。今日は4分間のトレーニングとなっていましたが、どうでしたか？かなりこう姿勢をキープしようとしたり、お尻に力を入れたままっていうのがやっぱ普段の生活でなかなかないことだと思うので、この4分間ずっと意識するのなかなか大変だと思いますが、最後まで緩めないように実施してほしいなと思います。そうですね、なかなかねずっと締め続けるっていうのは難しいからね、トレーニングしていきましょう。それでは今日のサクッとトレーニング終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。